日本の人気パターブランドが作る優しいセンターシャフトです。皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉隼人です。今回ご紹介するのはこちら、プロギアさんのシルバーブレードの EE というパター、その中でもこの 03CS というモデルをご紹介したいと思います。まず、シルバーブレードというブランドなんですけれども、パターのブランドはですね、非常にこう海外ブランドが強くてですね、オデッセイ、ピン、スコッティ・キャメロン、それからテーラーメイドさんもそうですね。みんなこう人気のブランドは、海外ブランドのメーカーさんのものが多いです。そんな中でですね、唯一こう気を吐いているというか、日本ブランドの中で一番売れているブランドがこのプロギアさんのシルバーブレードシリーズになります。かなりこだわりを持ってですね作っておりまして、シルバーブレードという名前もあってですね、フェース面をもう必ずこうシルバーで、作ってるんですね。で、色だけじゃなくて、このシルバーはこうアルミを素材を非常にこだわってプロギアさんは作っています。金属ですのでもちろんソリッドではあるんですが、こうゴツっていうよりはわりかしこう軽やかな感じがありまして、柔らかいんですけど硬いっていうか、なんて言ったらこう絵も言われる打感なんです。そういった点で非常にそういう打感を作るのが上手なメーカーさんです。それとですね、プロギアさんのこのシルバーブレードシリーズでこうセンターシャフトを作るのが非常に上手なんですね。もうかなり前にはなるんですけれども、契約されていたプロの方がですね、そのパターを使って、しかもお一人じゃなく複数の方がそのパターでこう大活躍をしましてですね、一時期市場にもう全然なくて、大ヒットしたっていうモデルがあります。センターシャフトをこう日本の市場に根付かせたメーカーさんでもあるんです。そんな中、今回その最新のプロギアさんのセンターシャフトっていうのをちょっとご紹介したいなと思って持ってきました。 EE というシリーズ、少しその形状もですね、英語の E にかけてまして、大文字の E ですねにアライメントになってまして、非常にこう直線的に構えやすくなってます。でなおかつこちらはですね、割と投影面積の大きい方のモデルです。これちっちゃいブレードタイプっぽいセンターシャフトもあります。大きい方の方がですね、やはりその構えやすさ的なものもありますし、重心が少し深くできますのでミスヒットにも強くなる。あんまりやっぱり重心を深くしすぎると今度操作性がオートマチックになりすぎて操作しづらくなる点もあるので、その辺も加味したバランスなのかなと思いますね。ウエイトを特に後ろにつけてるわけじゃないので、極端にその芯を外してもブレないっていうところを狙ってるよりは、投影面積と適度な優しさに少しこう操作性的なものも残してるのかなという印象です。センターシャフトって難しい、イメージするゴルファー非常に多いと思うんですけれども、プロギアさんのこのちょっと重心深めのセンターですと芯外してもですねヘッドがブレにくいですし、非常に優しく使えるセンターシャフトだなと思います。そういった点も含めてセンターシャフト使ってみたいけどちょっとこう苦手だな、ちょっとなんか気持ち悪いなと思う方はぜひですね、こうセンターシャフトの作りで、名機が多いプロギアさんの、センターシャフトを試してみていただけたらいいなと思います。